PPW ポケットページエリア紹介動画セントラル編。香港は香港島と九龍半島側とに分かれますが、セントラルは香港島に位置し、金融の街である香港を象徴しています。世界各国の金融機関や銀行の出張所がセントラルには集まり、また高級ブランドも立ち並んでいます。セントラルにおいて海岸線に沿って東西に伸びる覚えておいた方が良い道を3本ご紹介します。1つ目は海側に近い大通りのデスボックスロード、2つ目はその1本山側のクイーンズロード、そしてさらに山に近づくハリウッドロードです。それでは近年オープンした注目の観光スポットであり芸術アートの施設である体感を見ていきましょう。体感へは歩く歩道エスカレーターで楽々リーチすることができます。歩く歩道エスカレーターの起点はクイーンズロードの110番台と覚えておくと便利でしょう。エスカレーターは双方エリアを通りミッドレベルまで続きます。エスカレーターから途中の坂道の景色を眺めながら上へ上へと進んでいきましょう。エスカレーターが一旦終わり、歩道が右に折れる地点が体感への入り口です。セントラルにおいて広大な敷地面積を誇る体感ですが、中区警察署建築群と呼ばれ、その構成は中区警察署、中央裁判司署、ビクトリア刑務所の3つの建物から構成されています。ビクトリア刑務所の中も見学することができ、ここにはかつてベトナムの建国の父ホーチミンが収監されていたようです。弊社が発行するフリーペーパー PPW のウェブサイトでは体感特集記事が閲覧可能です。サイト内で体感と打って検索してみてください。次のスポットをご紹介します。体感より西側にある PMQ は警察の宿舎を改装して作ったアートスペースです。近年では年1回在留邦人によるイベント、日本のお祭りを模した縁日がこちらで行われており、在留邦人たちの憩いの場となっています。またあまり知られていませんが、 PMQ の地下には遺跡があります。階段から地下に降りてぜひ散策してみてください。次にレストランやバー街を見ていきましょう。セントラル駅 D2 出口から山側へ登っていくとすぐにあるランカイホンはとても有名なナイトスポットとなっています。香港のバーやナイトクラブ文化を牽引してきたスポットであり、外国人に人気のあるエリアとなっています。次におしゃれなレストランが立ち並ぶ双方エリアです。先ほどの動く歩道エスカレーターを登っていき、体感を通り過ぎると双方エリアが見えてきます。フレンチレストランやイタリアンレストランだけではなく、中東料理や南米料理など世界各国の料理店が集まります。この辺りは裏路地の奥まったところにもおしゃれなバーやレストランがたくさんあるので、あなたのお気に入りを見つけてみてください。次にハリウッドロードを西側にショーン湾の方に向かって歩いていきましょう。左側に見えてくる立派なお寺のような建築物は文武廟です。文武廟は道教の寺院で、天井から吊るされた渦巻き型の線香が特徴的です。こちらでお祈りをして開運を祈りましょう。そのまま西側にハリウッドロードを進んでいくと骨董品屋街が現れます。以前は中国大陸から大変貴重な美術品が持ち込まれていたといいます。ぜひあなただけの掘り出し物を見つけてみてください。セントラルでのショッピングですが、セントラル駅から直結のザ・ランドマークや立教図体のアレクサンドラハウス、この辺りに数多くのブランド品が集まります。また香港駅の真上にある IFC ショッピングモールもたくさんのお店が集まっています。この動画の終わりに中華料理に飽きてしまったあなたへおすすめのレストランを3つご紹介いたします。1つ目は日本領事館が入居する公益広場
エクスチェンジスクエア内に入る天ぷら専門店揚げ飯です。天ぷらはもちろん、お刺身や煮付け、焼き物など日本料理全般が楽しめます。2つ目は裏路地にあり、在留邦人憩いのラーメン居酒屋である健康食品ラーメンです。肩肘張らない価格帯が魅力的で、餃子や焼き鳥で一杯頼み、締めにラーメンをお楽しみください。3つ目は日本人オーナーシェフのイタリアンサグランティーノです。日系金融マンたちが御用達で、日本のイタリアンが楽しめます。これら3つのお店の情報は弊紙 PPW 新聞のウェブサイト内でそれぞれのお名前で検索していただくと閲覧が可能です。以上でセントラル紹介動画を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。